無限と雨宮兄弟、数では圧倒的に有利な俺たちだったが、あの二人にはかなわなかった。彼らとは決着がつかないまま因縁だけが残った。ちくしょう、なんでたった二人にやられなきゃなんねえんだよ。あの時タックルさえ綺麗に決まってで、ブツ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 うるせえんだよ。何言うんだよ。ふざけんなこの野郎ってね。おい、なんだこれ、来る来る、行って行って。あの兄弟に二人で行くバーがいるか。あの時殺さえ来てなきゃ楽勝だったっすよ。いいか、雨宮兄弟やって名を上げようとするやつなんてな、5万といいんだよ。それにな、一番上の兄貴はもっと強えぞ。このままじゃ終わるすね。マサキとは決着がつくまで続ける。無限を縁のものにしやる。また派手にやらかしたんだって。まあまあ半端ねえわ、雨宮兄弟。そいつら昔格闘技やってさ。達也さん、気づいてるかもしれないですけど、小白さん最近、みんなまとめるために裏で手荒いこともしてるみたいで。無理もねえ、無限が大きくなりすぎたんだよ。昔は違いましたよ。みんな仲間は平等で、ただバイク走らせて。このままじゃ小白さん、お前大人になったな。昔小白に救われたお前が今琥珀を救おうとしてる。あの頃のお前、手つけらんなかったもんな。はい、大人になったご褒美。